今このゲーム実況ゲームスタート。あー、ただいまー。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。モルテンブレインランド2、ワンはいずっこ、トロトロの脳のコースみたいな感じかな。ベースレベルイズデンジャラスユーネロジスト発音が若干自信がない。このコースは危険です。あなたの担当医より、お医者さんよりみたいな感じかな。 2.22 だって。でもクリア率はそんなに低くないね。トロールみたいなのでやっていきたいと思います。遊ぶタイトルからしてあんまりトロールってわからないね。ちょっと面白いよって噂を聞きつけてやっていきたいと思います。はい。おっ、一体それはさすがにずるくない？え、待って、君何？土管があるの？片栗粉。ちょっと待って、大量の、うわ、ぶんない！私が片栗粉を取りに行くことを見越してただものでない。あ、でも届かないんだ。じゃ、ここ、これは？え、でも取れないじゃん。これは本当に壁？どこに何行ったらいいの？もう私の脳がとろけてる。あれ？え？脳だって。割っちゃったって。で、これをこうやって、あそこにああやって、ああだった。わからない。何をどうしたら正解だったのかわからない。じゃ、最初からベッドを叩きに行くみたいな感じかな。はいや、もっとかぶりましたけど？かぶりましたけど、さっきとお話が違う。あれ？なんかいろいろお話が違うよ。え、いろいろお話が違いすぎて、結局何をしたらいいのかわかんないよ。軽くジャンプ。で、くれる？落ちないでね。落ちないでって言ったでしょ！あー、なんでそういうことをしてるの？え、それでは正解は、ここで軽くジャンプしたら急いでこっちに行って、で、封印ってこと。おお、ようやく。ここ壊しといてみる。ただの、大丈夫。あれ、いいかなって思って、いいかなってちょっと思う。ダメ？わあ、見て！奇跡できた！こういう生き方がありますよ、皆様覚えておいてください。行ってきます。合ってるかどうかは。あれ、ちょっと待って、もうダメ？リンク！やった？リンクだって。届く？あ、届く！なんだ、届くじゃん。やったねー。はい、こんにちは。リンク持ってるよ。何をするんだ？ここで自滅覚悟。あれ？あ、ちょっと待って。今なんか、隙間がおかしくなかった？あれ、気のせい？あれ、気のせいか。え、じゃあこうやってなんとかあそこを開けるってこと？あ、いや、開きました。ダメじゃないですか。ちょっと待って、何をすればよかったの？何をすればよかった？あ、おー、返っちゃいけなかったの？ギュイ！私がまさかあんな方法でここを突破するとは、誰も思いもよらないだろう。じゃあ行くよ、今度こそ正しいやり方。これでじゃあ、多分こうやっていくのが正しいんだと思います。で、あれ、なんか違うじゃん。あれ？なんか知らない土地です。え、これって、あれ、ニョキコバ？あ、来た、ニョキコ。よかった。で、こうして、で、こうでいいのかな。え、でも結局音符になっちゃうからダメじゃない？あれ？ダメじゃない？これでだってそしたらまた音符になっちゃうから。知らない土地なんだけど、知らない人がいるんだけど。え？はい、びっくりした。え？で、こうってこと？ほんと？もうまったく、もうジラスだから。じゃあ、これでこうってこと？大丈夫？いける？はや！終わった！ずるいよ！はい、ただいま。これはジャンプすると自動的に変わるのか。で、じゃあここでパスってやったら一回フェイントってこと？で、もう一回かな。もう一回は大丈夫？はいよって言って、もう行っていい？いやー、行かないでー。なんですぐ隙あらば私を起き、あ、あれ、来たなんだ、来たじゃん。こっちじゃないんじゃん。あー、どう思う？これでもボムちゃんで壊せるから、ちょっと壊そうとしてみよう。そしてあそこで大丈夫？こっちに行ってみる？じゃあ行ってみるよ。いや、合ってったんじゃない？ダメ？あ、イエーイじゃん！やったね！なんかでもこっちのドアも気になるよ。どうしたらいい？なんか一回やられてみたいな風味があるけど。いや、土管、どう思います？進めるからとりあえず進んでみるね。こんにちは。はいよ。痛いな。はい、で、こんにちは。で、じゃあそのまま進んでいいのかな？なんか何が正解なのか。どうしよう。今度は、あるとか。はや、あー、よかった。で、片栗粉。ん？せーの。はー！はい、ただいま。そしたら、片栗粉ってなったら、フェイントジャンプ？おっと、ありがとう。で、片栗粉取り。やった！片栗粉
にそんな罠が。今パックンどっから出てきたのよ。おかしいじゃない、話が違うよ。あれよし、出会ってこの子が出、あれでもこの状態でも出てきても、やめてやめてやめて、危ない危ない危ない、落ち着いて、ありがとう落ち着いてくれて。でここで降ります、ありがとうねって言って、片栗粉、これは、あ、片栗粉で遊んでちゃダメなのか。じゃあもうさっさとこっちに来ちゃう、はいって言って、で、はいってこと、あ、と、じゃあしまった、今そのまま下降りるつもりだった。上行く来ちゃった来ちゃった、はい、ただいま。そしたらじゃあかすめるようにこんな感じでこうってこと、で、ほー、なんでまた来たの、なんでまた来たの、あれちょっと待って、これこうやって誰か味方いる、いない、あれやっぱやられない、あ、これでちっちゃくなって進めないのは分かってるんだけど、あの、じゃあ P スイッチのこっち側に落ちてみましょう、何があるでしょうか。何もありませんでした、はい、ただいま。じゃあくれぐれも、ちょっと待って、せーの、くれぐれも気をつけて、で、はい、やっていって、そう、それで向こうに行った後に、ほい、大丈夫、おい、大丈夫か聞いたじゃん私、今度こそ行くよ、せーの、はや、ちょっと待って、せーの、はや、でって、なんとか、なんとかあそこの、てか、なんで君、よくよく見たら、なんで君は破損してるの、はや、よーし、そろそろ、中間でも、また、うるるるるる、危ないね。どこに行くの、はい。え、どこに行くことを想定してるの、これは。え、こっち、あー、だったったーだったった、はい、ただいま。これで、よしよしよしってなって、で、君がなんでか知らないけど、爆発して、え、でも助かんなくない、右に粘れば助かるの、せーの、右、わー乗せてくれてありがとうって言って、下の子何これ、リンクがあるの、わー、あれ今まで、はやってから、よかったで、こんにちはですよ。そしたらじゃあなんとかクラウンにの、あ、なんで普通だったよ、なんで今は急に普通に、よしで、そしたらリンクには目もくれずにこっちに来ます、そこでいい子にしててねクラウン、あれこの後どうやって行くんだ、あれ、え、クラウンのままいける、どうしよう、ちょっともう一回、あー取れたー、こっち始まって、取れたんだってば、取れたんだってば、はい、ただいま、あれこのままいける、ちょっと家じゃない、家じゃない、え、いや、やっぱあれ、やっぱちょっと太ってる、もうちょっと痩せて、いや、やっぱもうちょっと痩せてこないと、え、これ取れるの、右になんとかか、おーっと、一回発動させれば大丈夫みたいな感じ、わかった。じゃあ、あえてこの下にボムちゃん落としてみたりする。そうすると、あー、50コインが沈んでいく、何もない、本当に何もない、え、何もないか、なんか意味深だと思ったのに、じゃあ行くよ、はい、あー、こんなに時間をかけたのに、はい、ただいま。そしたら、ここだ、ここか、まったくもう、そして、滑らかに行けばいいかな、よし、で、滑らかに、はい、ただいま。電流全然間に合わないんだけど、なんかこうやってフェイントやっても来るわけじゃないよね、来ないな、え、ノロマを甘く見ていませんか、はい、やってって、はい、やってて、はい、や、よかった、もう次の中間じゃないと生き延びられない、あれ本当歩ける、またここなんかある、ブロック、2回目はさすがにない、せーの、はい、や、せーの、はい、や、あ、やった、ただいま、なんかここさ、え、どうするのじゃあ、はい、ただいま、なんかクラウンがさりげなく私のことを呼んでいる気がする、今はもう出会えない、じゃあここに降りてみる、せーの、ファイヤー、ピンポン、ピンポン、ポン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 、え、どうしたらいいの、でも、はい、ただいま、え、どうしたらいいの、さっさと出る、せーの、はやっ、ってこん、うわ、取れたよ、あそこ、パンパカパンだよ、あそこ壊すかどうか悩むね、壊してみる、いやでもダメかな、どうも、ガードガード、ガードなんか防ぎきれない、こんなの、ただいま、せーの、はい、やっと、ようやくせーの、行ってきます、パンパカパン、パンパカパンだった、はい、こ、うん、中間、ほんと、ほんと、え、なになになに、あ、うおおおお、なんだ、あれあれ、永遠に、え、あれ永遠に、酔っちゃうよ、酔っちゃうよ、酔いやすい人十分に注意して、あれあれ、こっちもダメだ、あれ、な、え、なんかうまい、え、うまいことするといけるの、ちょ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 、はい、ただいま、え、じゃあ最初からここにいればいいってこと、あれ、時間、開いたよ、あ、いけるよ、あ、このままじゃ許してくれないの、なんとかしゃがんだままでも許してくれればいいのに、いやー、散っちゃったよ、
これでも赤鍵だ。あー鍵だ。取れる？取れ、あー生き延びれなかった。でもいや、よかった、ギリギリでも生き延びたよ。私は生き延びてないんだけどさ。え、でもこの後ど、あーありがとう。あれ、じゃあこの後はこ、ん、一応こっちから行く前かい。あれ、ちょっと、話が違う。すごい声が裏返っちゃったじゃん。え、いや終わっちゃったよ。あれ、左にあんなに行けるなんて知らなかった。で、じゃあここが開くのを待って、こうやってきて、やったねってなって、で、鍵が手に入って、あれ、あ、え、こっち向きじゃダメなの。あ、こっち向きじゃダメみたい。あれ、あれ、え、や、え、やられないもん。あ、よかった、やら、あ、あ、一応、あ、次から気をつけるんで、ちょっと許してもらえませんか。なんか、じゃあ左から回る許可が下りなかったからこうってこと。鍵は結局は、いや、鍵はないか。鍵がダメなのか。鍵の許可が下りないみたいです。なんか左に行くのと鍵の許可が下りないみたいです。じゃあこのまま、え、どっちに行く。うーん、でも右の方がおすすめっぽい感じする。じゃあここですごいふんだんにお金を稼いで、こっちに行ってみる。どうでし、て、なになになに、テイクはブレイク、休憩、休憩、カタクリ休憩っていうか、え、休憩っていうか、なんか生きることの休憩になっちゃってるじゃんこれ。ではでは、改めまして、じゃあドアに進みますよということで、はい、こんにちは、何をするんですか。そこに何か、え、でも何もしようがなくない。これも叩けないし、ここに行く、おっとっと、どこに行く。やった、見て、見た、うまく取れたよ。ここも叩いとく。せーの、で、じゃあ、あそこでこうってことかな。いて、もうちょっと。もうちょっとだったら。よし、って変わって。なんかもう、じゃあ、ここも壊しといてあげる？せっかくだから。で、あそこも壊しといてあげます。よし、パーンってなって。なんとなく引っ張ったろ！何もなかった。で、気をつけてね。はっ！はっ！何もない？え、これ、どこで何をしたらいいのかがわかんないんだけど。ここでこうやってこうかな。うわっ！うわー、ブイス！はい、ただいま。え、じゃあ、ここ壊す？壊して、自滅覚悟でさっさとこう、あ、こうか、こうか。で、わあ、脱げちゃったよーってな、あれ？え？あれれ？あれれ？え？え？え？あ、進め、あ、進めないけど、なんか兆し、え、ちょっと待って、この後私どうやってやられたらいいの？え、ここ私、いけないよ？下手だから。ね？ちょっと待って！え、本当に下手なんだけど、私！よかった、ようやく、ようやくいけた。はい、ただいま。え、でも結局これは何をどうしたらいいのかが分かんなかったんだけど。え、分かんないな。フェイントジャンプ、フェイントジャンプ、あれ、大きくなっちゃったよ、勝手に。ほら、また。あ、で、この状態でちっちゃくなっておけばいいのか。どのぐらいの小ささがお好みですか。このぐらいでも許してくれますかね。とりあえずこのぐらいでいってみようか。おっと、どうした。これは、かの有名な、ビッグクラウン。あれ、でもこれ普通に、あ、おかえりおかえり。あ、え、あ、しまった、ここでチュインってやるんだ。おっと、いや違う違う違う、チュインってしなくて、がー、乗れる、もう一回。あ、乗れました、よかった、乗れました。あ、どっか入っちゃった、どっか入っちゃった、どうする、どこに行くの。オーノー、あ、オーノーじゃなくて、あー、オーだった。行ってきます。中間戻しかな。あれ、今なんか、ん、なんか多分デバイスの不具合とかじゃなくて、こっちの画面がグワグワってなったけど。あ、いや、でも中間のこれ別の土地か、これ。なんで今あんな動きになったの。デバイスの不具合じゃないです。あれ、こっちじゃないって。あれ、なんか今何かはみ出てなかった、あんな動き。あれ、ちー、中間どこに隠してたの。あ、いたし、あ、いたしな、ちょっと待って、誰か来るの。なんでそんな回せぶりな態度取ったの。え、こっちに行くの、合ってるの。なんか押し切コースだな。いつ、オッケー、いい、合ってるの、合ってるの、合ってるのかどうかがよくわからないよ。これで、ジャッキーを来たやかか。テイクアブレイ、片栗粉タイムでしょ。ほーら、片栗粉タイムじゃん。はい、ただいま。そしたら、いや、でも、いや、届かないんだよね、やっぱり。そしたら、じゃあ開いた瞬間に即座に行くでいいのかな。ここで、じゃあ開いた瞬間に玉砕覚悟で、はいやって言って、このままこっち。
じでどうでしょうか。違いますか。あれ、玉砕覚悟じゃダメなの。あ、ここで大きいキノコのまま行ってもいいのか。考えてみたら、あのブロックを破壊しないようにするだけだもんね。さっきこれをそもそも取っちゃいけないのかと思ってたけど、じゃあこの状態で行くとこうなって、わーって、うわー、すごいビッキーだよ。あ、これで仲間見えないって作戦だと思う。ちなみに炎は撃てる。ここで見て、すごいプルプルしてる。パー、撃てない。じゃあこれで出てきて、おかえりってなって、で、そしたらここで玉砕覚悟で突っ込めばいいのか。よかったよかったよかった。それで GG って書いてありますけど、どう思います。はい、おーっと、危ないな。で、こっちで誰もいない。おーい、なんでこんな、ちょ、ありがとう。ありがとうじゃなかったかもしれない。あそこの逃げ方がわかんないよ。なんかもう少しでゴールの雰囲気というか風味はしてるのに、右になんとか逃げるの。はいよ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 。あ、よかった、なんとか来られたけど。あ、じゃあこれで、ちょっと待って、これでよしよしよし、あの子だけ勝手に行ってってなって、じゃああなたが味方、あなたが味方、相手相手相手、あいっ、だだだだ、大丈夫大丈夫大丈夫、わかんないよわかんないよ、どこに行くの。これで CP1 だったらちょっとだけ落ち込むか。まあここか、テイク片栗粉タイムです。よかった、そっと行く作戦だ。じゃあこれがゴールになることを願って行くよ。あの子をまず一人で行かせて、そしたら私も行きますってなって、あいてーっていう。そしたらこの辺、この辺、やったね、ではでは片栗粉、ありがとうございました。皆様、盛大な拍手、片栗粉お待ちしています。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録高評価お待ちしております。ではでは、バイバーイ、またねー。よいしょ、はい、ただいま。そしたらこれで、おー、やっぱり行かないな。あれあれあれ、ツタどうやって出てくんの。あれ、さっきこの辺でなんか頑張ってたら出てこなかったっけ。あれ、なんでツタ出てこないの。よいしょ、ここでフェイントでもないのか。こうやって、じゃあよいしょ、これでこっち側は、あれ入れないじゃん。あれー、今度はツタ出てきた。あれ、ツタの条件って何。今のは今の、ああ、取っちゃったー。今までよしよし、はあ、全然よしじゃなかったよ。今まで避けられてたのに、バイバイ。あれ、あ、こっちも行けるじゃん。知らなかった。こっちに行くと、ほい。あー、こっちもニョキコでした。